殺腺、幸福。殺戦幸福殺戦幸福殺戦広福。殺戦広福は、札幌市、北海道、仙台市、宮城県、広島市、広島県、福岡市、福岡県の4市をひとまとめにして表す言葉。1970年代後半以降に、使用されるようになったとされる。日本を三大都市圏と地方圏に分けた場合、地方圏における、 都市類型の一つとして、殺戦幸福がある。札幌市、仙台市、広島市、福岡市の4市は、都市地理学において、広域中心都市とされ、各都市は、行政、経済などにおいて、おおよそその所属地方に及ぶ、広域的な管轄地域を持っている。1969年、昭和44年策定の新全国、総合開発計画。 新前層では、札幌都市圏、仙台都市圏、広島都市圏、福岡、北九州都市圏、福岡都市圏及び、北九州都市圏の4つの都市圏が、三大都市圏に次ぐ、地方中枢都市圏とされており、これら4都市圏を指して、殺線降伏とする場合もある。工業開発と、中枢管理機能論を、理論的柱とする全国総合開発計画、前層。 1962年策定により、6大都市、旧東京市、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市が、工業及び中枢管理機能の両者を充実して、高度経済成長し、3大都市圏へと成長する一方、工業にあまり依存せずに、中枢管理機能の充実により、工事都市機能を得たのが、殺戦幸福であった。殺戦幸福は、 明治以来の政治的中枢管理機能の集積、各地方に詳しい地元流通業者の存在、そしてその地理上の位置が各企業に注目されて、販売及びアフターサービスのための拠点的支所、店が置かれ、本社機能があまりない経済的中枢管理機能の集積が進んだ。このため、支点経済都市とも呼ばれる。この傾向により、三大都市、 三大都市圏の中心都市。すなわち、東京都区部、名古屋市、大阪市、殺戦幸福。その他の都市という三階層性が、1970年、昭和45年に行った統計を分析することで、明確となり、高度経済成長期が終わって、安定成長期に入った1970年代後半以降に、殺戦、幸福という用語が広く使用されるようになった。 高度経済成長を経引した四大工業地帯、京浜、中京、阪神、北九州では、全三社の中心都市、東京、名古屋、大阪が三大都市圏でも、同様に中心都市へと成長していった。残る北九州工業地帯では、プライメート式がなく、関門六市が互いに並列していたが、これら六市のうち福岡県内に位置する五市が、 合併して1963年、昭和38年に北九州市となった。同市は1969年、昭和44年策定の新前層において、地方中枢都市圏、札幌、仙台、広島、北九州、福岡の4都市圏に含まれたものの、北九州、福岡都市圏で中枢管理機能は福岡市に集中しため、広域中心都市すなわち、 殺戦、幸福の一角には含まれなかった。1940年、昭和15年と1947年、昭和22年の国勢調査における原子域にあたる人口を比べると、北九州市は原爆被害を受けた広島市より大きく人口を減らしたが、それでも殺戦幸福より人口が多い大都市として復活した。また、三大都市圏以外で、 初の政令指定都市であり、1970年、昭和45年国勢調査まで、殺戦降伏4市のいずれをも圧倒していた。国庁人口において、殺戦降伏4市が北九州市を抜いたのは、1975年、昭和50年の札幌市が初であり、以後、1980年、昭和55年に福岡市、1990年、平成2年に広島市。 2005年、平成17年に、仙台市がおのおの抜いた。なお、殺戦幸福4市が、現在のような、殺、福、広市、仙の国町人口順になったのは1975年、昭和50年以降であり、それ以前は、順番の入れ替わりが何度もあった。殺戦幸福は、4市あるいは4経済地域の頭文字を、北から順に列挙して命名されているが、 中枢管理機能の集積度で比べると順序は異なってくる。市所数で見ると、1970年、昭和45年には通勤圏、都市圏人口に等しい、福岡札幌広島仙台という順番であったが、現在では福岡市がその他の三市から抜きんでた存在になりつつある。また、長らく四市中最下位だった仙台市が、百八十九年、 平成元年の政令指定都市化に伴って1990年、平成2年以降4市中、第2位の位置に定着している。他方、札幌市が1990年、平成2年以降再開に転落し、2005年、平成17年には、広島市が入れ替わりで再開になったものの、2006年、平成18年の調査では、福岡市、1075所、仙台市、 871所、広島市773所、札幌市704所の順に戻った。市所数の福岡仙台広島札幌という順は、九州7県、東北6県、中国5県、北海道1道という背後ブロック県の人口や経済規模の順と同じである。これは、市所の管轄エリアが地方中数都市の通勤圏、都市圏から、 介護ブロック圏、経済圏へと拡大したためと見られている。なお、広島の経済的中枢管理機能の相対的低下は、中国地方が大阪と福岡により分割して、管轄される例が出てきたこと、あるいは、1988年、昭和63年の瀬戸大橋や、接続高速道路等の共用開始で、瀬戸経済圏が交流したことを原因と見る向きがある。 2009年、平成21年の、東証上場企業本社数調査では、福岡44社、札幌32社、広島16、仙台13社となっており、通勤圏、都市圏人口に等しい、福岡札幌広島仙台という順番を維持している。撮船幸福は、1970年以降に各の政令指定都市に移行し、 新幹線などの交通インフラなども整えられていった。また、大規模な博覧会や、新駅開発に合わせて、副都心開発も行っている。バブル景気が崩壊し、参照、21世紀の国土のグランドデザイン、午前層の策定を前にした1994年、平成6年2月、札幌、仙台、広島、福岡の4市に、 事務所を置く4つの経済同友会、北海道行同友会、仙台経済同友会、広島経済同友会、福岡経済同友会の関係者らが集まる、第1回、北海道、仙台、広島、福岡経済同友会4局フォーラムが札幌で開催され、これ以降、年1回持ち回り開催された。午前走が1998年。 平成10年3月31日に閣議決定されて、初期の目的が達成されたことから、持ち回り開催が二巡した第8回、2000年度をもって、同、フォーラは閉幕した。2001年、平成13年10月からは規模を縮小し、4経済同友会の役員らが集まる、撮影降伏、4極演卓会議が、毎年持ち回り開催されている。 1993年、平成5年に日本プロサッカーリーグ、J リーグが始まると、プロオーケストラ、NPB プロ野球球団、男子、プロサッカー球団、男子の3つのプロ組織、3大プロが揃っているの、撮戦、幸福の中で、広島市のみである、と広島市が、シティプロモーションで使用するようになり、2007年、平成19年から、広島市の、 三大プロは P3 広島という連携組織を形成した。2004年、平成16年のプロ野球再編問題により、2005年シーズンから新規参入した東北楽天ゴールデンイーグルスが、仙台市の宮城球場を本拠地として、プロ野球地域保護圏、フランチャイズを宮県に設定、NPB 球団では28年ぶりしたことで、三大プロは、 殺戦降伏全4都市に揃うこととなった。ただし、札幌市に所在する北海道日本ハムファイターズは2023年春に北広島市に移転停。これで NPB の12球団は3大都市圏に8球団、殺戦降伏2各1球団ずつの体制になった。なお、1949年、昭和24年のプロ野球再編問題後、1950年、 昭和25年から日本シリーズが始まるが、その歴史において、初めて2016年シーズンに、三大都市圏以外の2チーム、すなわち、殺戦幸福に所在するチーム同士、広島東洋カープ対北海日本ハムファイターズで、同シリーズが開催された。4都市の男子プロバスケットボールは、BJ リーグと NBL にチームが分かれていたが、2016年からは4都市の、 チームが東方リーグであるジャパンプロフェッショナルバスケットボールリーグ B リーグに参加したことで4大プロが揃うこととなった。ここでのプロのオーケストラとは常設かつ日本オーケストラ連盟制会員とする。統計は同連盟が公表している2004年度以降を記す。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。